こんにちは、昭和40年代生まれのマチロです。昨日ですね、松田聖子さんがセルフカバーした、時間の国のアリスの MV が、YouTube で公開されましたね。見ましたけれども、ボーカルだけじゃなくてバンドメンバー全員が聖子ちゃんっていうね、もうたまらない演出で、個人的にはドラムの聖子ちゃんが一押しですかね。シンバルの叩き方が可愛らしくてね。その前にも青い珊瑚礁の、セルフカバーの MV を公開したりと、今でも現役バリバリの可愛いアイドルとして見ることができる、松田聖子さんのファンの方々は、本当に羨ましいと思ってます。私は当時河合奈子さんが大好きな、いわゆる熱狂的なファンで、四六時中直子ちゃんのことを考えている、そんな子供でした。で、トップ10とかザ・ベスト10、こういった歌番組が大好きで、よく見てたんですけど、聖子ちゃんはね、だいたい1位とか、1位じゃなくても常に直子ちゃんよりも上位にランクインしていて、それを見てていつも悔しいなんてね思ってましたけど、同時に、聖子ちゃんが常にアイドルのトップを走っているっていう、理由も、子供ながらなんとなく理解してました。なので、直子ちゃんより上位にランクインしている、聖子ちゃんを嫌いっていうことは全くなくて、むしろ好きで、直子ちゃんだけじゃなくて、聖子ちゃんのレコードなんかもよく買ってました。ということで、今回はなんで直子ちゃんは聖子ちゃんにいつも後塵を浴びせられていたのか、当時感じていたことを話してみたいと思います。まず直子ちゃんと聖子ちゃんのイメージなんですけど、どっちも明るい太陽、そんな印象でした。明菜ちゃんはね、月っていう印象がありましたけど、直子ちゃんと聖子ちゃん、この2人は、光のシャワーっていう感じでしたかね。ただ、その性質、性格っていうのは、違って見えていて、じゃあまず聖子ちゃんの方から話すと、聖子ちゃんは面白いことがあると手を叩いて大笑いする、ワッハッハッハとかね、あとは歌っている時にカメラが寄ると首を小刻みに揺すりながら、物欲しそうな目で見つめる、歌っている時に語尾がちょっとしゃくれる、そんな癖がある、あとコントのセンスがある、そんな印象がありました。コントのセンスっていうのはですね、ヤンヤン歌うスタジオなんか見ていて、言われたこと以上のことをやるっていうか、期待以上のことをねやってくれるっていうか、そんな風に見えていて、見頃食べ頃笑い頃に出ていた、キャンディーズみたいな、そんなセンスがあるなって思ってました。一方直子ちゃんはどうだったかっていうと、よろしくお願いしますって言ってこう深いお辞儀をしたり、はいはいっていう、行儀の良いお返事をしたり、笑顔を絶やさず嫌な顔はしない、歌声は、変な癖もなく、真面目で純白まっすぐな女の子っていうね、正統派清純アイドルど真ん中っていう感じで、70年代清純派アイドルをそのまま80年代に持ってきたっていう、そんな感じでした。河合奈保子ちゃんの魅力っていうのは、その素直で真面目な性格と、見とれてしまう可愛さと美しさ、あどけない可愛さと美人が同居しているっていう、稀有な存在ですね。で、あとボディが豊満だったんで、そういうグラビア的なところで、好きっていう人も結構いたと思います。私はですね、好きすぎて女神的な扱いをしてたんで、水着は見ないようにしてました。見ちゃいけないものっていうかね、そんな感じで、だから水着のねよく出ている写真集とかは、一切買わなかったんですけど、で、後になってからですね、書籍とかで、当時の、様子を知ることができるようになるわけですが、松田聖子はトイレの中でしか素顔は見せなかったなんていうのを、目にしましたけれども、そういうのもねあって叱るべきっていうか、だってね、直子ちゃんとか聖子ちゃんとかね、よくこう雑誌とかでも並ばされたり、してましたけど、そういう時にね、胸のことを言われたりして、そういうのってセクハラですもんね。だからトイレの中でね、この野郎とかね、そう思うのはね当たり前であってね、でもさっき話した、手を叩いて大笑いするなんてね、そんなシーンを見てると、怒りみたいな負の感情っていうのは、そういうのはねトイレの中だけど、それ以外は、結構素の松田聖子、蒲池のり子がね出てたんじゃないかなっていう気もします。普通アイドルはねフフフとかね、口を隠して笑いなさいなんてね、会社の方から指導があると思うんですけど、そんなのはねお構いなしっていうかね、直子ちゃんだってねトイレに行ったらね、
なんか胸の話とかされるとね、また胸の話か、はぁみたいなね、まあ怒りはしないけど、まあなんかため息が出ちゃうとかね、まあそんな感じだったんじゃないのかなって思います。で、まあそんな印象の2人を見ていて、ランキング番組とかで直子ちゃんはどうして聖子ちゃんより上に行けなかったのかって考えた時に思ったのが、聖子ちゃんの方がよりファン層が広かったっていうことですかね。どういうことかっていうと、直子ちゃんは真面目ゆえに癖がなくて、テレビ番組の司会者とかから、聖子ちゃんほどいじられなかったっていうのがまずありますね。真面目で癖がないと、まあ、突っ込みどころがないし、こんな真面目な子にどう突っ込んでいいのかとかね、躊躇しちゃったりとか、泣いちゃったら困るとかね、まあ、そういうのもあるし、まあ、その点聖子ちゃんは大っぴらな感じだったから、まあ、よく突っ込まれたし、まあ、それに対して怒ったりもしないんで、まあ聖子ちゃん自身もね、むしろ美味しいと思って、まあ、そういうチャンスも取りこぼさないで、まあ、聖子ちゃん自身もそういうのを利用していたっていうね、まあ、それだけ目立ってましたね。で、さっき聖子ちゃんは、キャンディーズみたいな面白さがあるって言いましたけど、まあ、直子ちゃんはねそういう感じじゃなかったんで、低年齢の、子供たちを引きつけるっていう、まあ、そういうところはね、ちょっと難しかったんじゃないのかなっていう気がします。私はこの時小学校6年生だったから、まあ、そんなことはなかったんですけど、まあ、自分よりももっと低学年の子供たちっていうのはやっぱりドリフみたいな面白いものに惹かれるんで、まあ、こういう面白いことをやれるアイドルっていうのは、まあ、子供にも受けるんでね、まあ、そういう点においては、聖子ちゃんの方に目がいったのかなっていう、まあ、印象ですかね。まあ、直子ちゃんは、そういう同じ土俵で勝負しなくても、まあ、例えば大場久美子さんがねコメットさんで、人気が出たみたいに、まあ、そういった、コメットさんとか、あとはレッドビッキーズとかね、まあ、そういった子供向け番組に出るとか、あとは、真面目といえば NHK なんで、まあ、アイドルと遊ぼうみたいなね、まあ、そんな番組に出てたら、より低学年の子供たちにも話題になって、ファン層を広げたんじゃないのかなって思います。聖子ちゃんの癖っていうと、首をね小刻みにとかね、物欲しそうなってさっき言いましたけど、これがねいわゆるぶりっ子ってやつで、よくね話題になってましたけど、まあ、こういう仕草っていうのは、男に向かって可愛い子アピールしてるとかね、なんか男に媚びてるみたいで嫌いなんていう、まあ、女の子たちもいましたけど、まあ、嫌いって言いながらもそういう子たちも聖子ちゃんカットは、真似してたし、まあ、こういうね聖子ちゃんの仕草っていうのが、男の子に受けるんだとかね、なんか学んだりしてたとは思うんですよね、密かにね。でもそういう仕草をするっていうのは自分はキャラじゃないからできない、なんだかモヤモヤするとかね、まあ、そういうのがね嫌いっていう表現になったんじゃないのかなって思います。まあ、こういった子たち の心の奥底まで、松田聖子っていう人は、入り込んでいたっていうことですよね。で、まあ直子ちゃんの方は、真面目で礼儀正しいいい子なんで、アンチがいなかったんですよね。まあ、本当に、直子ちゃんのこと好きって言わないまでも嫌いっていう人はもうほとんど聞いたことがなかったんで、まあでもね逆もしんなりだから、まあ、アンチもねなんだかんだ言って不安なんですよね。だから、まあ、その分、直子ちゃんよりも聖子ちゃんは、ファンをね多く抱えていたと思います。であとは露出の違いっていうのも、若干ありましたかね。ぶりっ子っていうのでね、まあ、なんだかんだこう目立っていたっていうのもありますけど、あと、当時はですね角川の、薬師丸ひろ子さんがですね、まあアイドルブームで、聖子ちゃんもね乃木くんの墓とかいろいろ映画やってましたけど、で私もね、そういう映画が気になって、見に行ってました。で直子ちゃんはねそういうのをやらなかったから、まあなんでしょうね、芸のね先輩の岩崎宏美さんみたいな感じで、歌一本で勝負させるとかね、まあ、そういう感じだったんでしょうかね。まあそういうね時代の波に乗るっていうところでもね、違いがありましたね。で、歌の雰囲気もこの2人はだいぶ違ってました。直子ちゃんは70年代のアイドルソングをそのまま80年代に持っていって少しずつ、時代に合わせていったっていうのと、歌唱力もですね、それに伴って徐々にこう増していったっていう、まあ、こういうのに対して聖子ちゃんは初っ端からもう声が完成されてるっていう感じで、まあ、音域も広くて声量もあって、で声に張りとツヤもあって、でも中盤になるともう声量がどうのこうのとかピッチの安定さがどうのこうのとか、もうそういう部分じゃなくて表現力に磨きをかけていったっていう感じでしたね。で聖子ちゃんの歌う楽曲も、これまでのアイドルソングと似てるようで違うっていうかね、なんか心地よい違和感みたいのがあって、
まあこれはね、あのニューミュージックの方々が、楽曲制作に早い段階から、関わっていたっていうことが要因なんですけれども、そういった、新しいものを貪欲に求めていた、80年代という世間に、インパクトを与えていて、こういった斬新な楽曲は所詮アイドルなんて思っていた、青年とか大人たちも、引き込んでいきました。まあこんな感じで、低学年の子供から、大人まで、そしてアンチまでも取り込んでいったっていうのが、松田聖子さんでした。こういった松田聖子さんのファン層の広さが、直子ちゃんが聖子ちゃんに、一歩届かなかった、要因だったと思います。あと芸能人の運動会水泳大会っていうのが、当時ありましたけど、直子ちゃんは、運動が苦手だからもう出るのが精一杯っていう、まあ、感じだったのに対して、聖子ちゃんはなんかね、出るからには勝つみたいな感じがあって、まあ運動会もね、リレーとかだとフライング気味だったし、なんだかんだ言って目立ってましたね。いつだったかちょっと忘れちゃいましたけど、走っててね、なんか転んじゃったんですね、聖子ちゃんがね。で、後続の人になんか頭踏んづけられたのかな、ちょっと違うかもしれないですけど、まあそんなことがあって、まあそれでもね、スクッと立ち上がって走ったりとかね、まあそういった歌以外のところでもね、なんか根性を出してて、目に留まってました。まあでもね、水泳大会とかでは、直子ちゃんは何もせずともこう目立てたっていうかね、まあそれはね、ダイナマイトボディだったからなんですけど、まあね、正直ね、ちょっとかわいそうだなっていう目で見てました。まあね、あの他の、出演者からたちもジロジロ見られてたと思うし、まあ、テレビで見ているね、あの男子諸君たちもね、いやらしい目できっと見てたと思うしね、まあ年頃の女の子としては、いたたまれないほど恥ずかしくて、嫌だったんじゃないのかなって思います。聖子ちゃんはあの自己プロデュースに長けていたなんてね、言われてますけど、初期のグリグリパーマのね、あの聖子ちゃんカット、まあこれなんかはね、歌ってる時に、髪がね、ゆっさゆっさこう揺れる、まあそんなね、インパクトがね、あったし、まあと思えばバサッと髪を切ってね、なんかショートにしたりとかね、あのショートのストレートヘアなんかね、可愛かったですけどね、あのショートのね、パーマかけてね、眉毛出してるっていうのはね、ちょっとんーとか思いましたけど、あとまあ衣装もね、斬新でね、なんか素敵だなって思って見てました。まあそういう諸々の変化っていうのが、早い段階で展開していって、でそれに比べると直子ちゃんは、20歳超えたあたりぐらいからですかね、まあいろいろ変化していきましたけど、まあこのスピード感っていうのもちょっと違いましたかね。当時のことを、作家さんとか、番組で共演した、方々が、書籍とかでね、いろいろ語られてますけど、まあそういうのを見ると、こんな曲歌いたくないとかね、ストレートに言う子がいたりとか、番組中に不機嫌になっちゃうとかね、まあそんなアイドルが結構たくさんいたって言うんですよね。まあ聖子ちゃんの場合はどうだったのか、その辺はよくわからないんですけど、まあ自分の想像としては、聖子ちゃんは自己主張はするけれども、その主張の仕方っていうのは、私の意見を聞いてくれなかったらやらないとかね、まあそんなストライキを起こすような感じじゃなくて、こういう方がいいと思うんだけどどう？とかね、でまあ意見が、スタッフと割れたら、きっとこっちの方がいいと思うから、注目されるから、お願い、今回だけはやらせて、お願い、一生のお願い、みたいなね、まあ喧嘩とかそういうんじゃなくて、フレンドリーな感じでね、やり取りしたんじゃないのかなって、思います。で聖子ちゃんの意見が、その後も通っていくっていうのは、まあそれだけちゃんと結果を出してるからであって、まあやっぱりね、聖子ちゃんは時代を読む才能っていうのが、あったんでしょうね。で、直子ちゃんの場合は、諸々のインタビュー記事なんかを、よく読んでるんで、わかるんですけれども、誰の話をとっても裏表のないまっすぐないい子って、言っていて、つまり私たちがブラウン管で見るイメージのままっていうことですよね。で、直子ちゃんは仕事に対して、自己主張をしていたのかっていうと、アイドルの時代からそれはしてたみたいで、ただですね、意見がスタッフと割れた時は、それだったら、そちらの方針でお願いしますって言って、なんか引いてたみたいですね。でなんで直子ちゃんは引いたのかっていうと、それは、前もスタッフと自分の意見が割れた時に、スタッフの考えの方でやってみたら、それはそれでうまくいったから、まあそういう理由があったからみたいなんですけど、まあこういうところでもね、性格の違いが出てますよね。まああるジャンルでトップを取るっていうのは、アンチを生むぐらいの個性とか、まあ戦略がないとダメってことで、まあこれはしょうがないですよね。いい悪いじゃなくて、こればっかりはね、本人の性質っていうのもあるんで。
当時聖子ちゃんに、直子ちゃんは後陣を浴びせられて悔しいって思ってましたけど、まあでも直子ちゃんにやりたい音楽をずっとやらせてくれて、ヌード写真集とかをねやらせなかったっていう、芸営にはねすごく感謝してます。まあレコードセールスっていう売り上げの部分では、トップを取れなかった河合直子ちゃんでしたけれども、まあ今でも、写真集とか、あとは新しいね、DVD を発売するとかね、まあこういうのが頻繁にあって、これほど商品を、毎年のように出すっていうアイドルは稀で、まあこれだけ頻繁に、出すっていうのはそれだけ売れるっていうことなんで、これは当時から現在まで、直子ちゃんが根強い人気を持っているっていう、証拠ですよね。私はあの YouTube で時々直子ちゃんの話なんかをして、まあこんな感じでね、アップしてるんですけど、そこでいただくコメントを見ると、20歳とかね結構若い子もいて、長年可愛い直子ちゃんは、活動していないにもかかわらず、未だ不安が増え続けてるっていうのは、すごいことだななんて思います。そんな感じでですね、今回は、私が可愛い直子ちゃんが大好きで、直子ちゃんを軸にお話しさせていただきましたが、皆さんそれぞれに、大好きなアイドルがいると思います。まあ売り上げとかねそういうのは関係なしに、それぞれ思っているアイドルが一番、まあそれでいいんです。はい、ということで、今回は可愛い直子ちゃんはカーロス・リベラのように、素晴らしいアイドルでしたっていう話でした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。